8日目、ナシリアにいます。今日はシュメールの聖地ニップールに行き、昼食後キッシュに行った後バグダッドに戻り、湾岸戦争で爆破されたシェルターを見ます。バグダッドに泊まります。朝食です。バスで出発です。まず北西に180キロのニップールに向かいます。ここは発電所です。メソポタミア南部はどこへ行っても水たまりがあります。貨車が走っていますが、イラクは鉄道は少ないです。高速道路を通り、アファックの町で2台の小型バスに分乗しました。石山さんと新見さんです。ニップールに着きました。紫色の神域に黒い線のように行きました。ニップールはシュメールの最高神エンリルを守護神として祀っていました。このジックラトは初期王朝時代に建てられました。ジックラトの周りのこういった建物は同じ遺跡でもはるかに新しく、 BC300 年から AD300 年にかけてこの地を支配したパルティア人の遺跡です。まるで砂漠にいるようですが、古代のニップールはユーフラテス川のほとりにあって、灌漑された田畑に取り囲まれていたそうです。これからジックラトに登りますが、砂に足を取られなかなか登れませんでした。上の建物はアメリカの調査隊が1900年に建てたものだと聞いてがっかりしました。この辺りにエンリル神殿があったと思われます。これは1890年にアメリカ隊によって発掘されたエンリル神殿をジックラトから見た写真です。ニップールはシュメール文明最北の都市でした。私たちが今まで見てきたメソポタミア南部のシュメール文明の地は木もなく石もなく泥の文化でした。そのためシュメール都市国家は余剰の穀物を売り、石や木や鉱石を手に入れるという他国との交易は必要不可欠でした。またそれによって利害関係が絡み、都市国家同士の争いは熾烈でした。これは先ほどの反対側から見た写真で、後方はジックラトです。この地方の文明、歴史が分かるようになったのは19世紀後半からの考古学者による粘土板の吉計文字の解読があったからこそでした。来た時と同じ道を戻ります。日本人の別のツアーの人に会いました。塩湖です。塩の山です。この塩は業者が来て持っていきます。
昼食のレストランに来ました。いつもと同じような食事でした。旅も8日目ともなりますと、ツアーの皆さんの中には胃腸の具合を悪くされている方が少なからずいらっしゃるようです。私もです。この辺りは今まで見てきた南部よりは緑が多く、これはトウモロコシ畑です。これから行くキッシュは、午前中行ったニップール同様、BC3000 年頃から食用蝶都市として栄えました。今日見るのは BC6 世紀、新バビロニアのネブカドネザル王によって建てられたものです。古い時代のものは少し南の離れたところにあります。イナンナ神殿に入っています。キッシュは双子都市と言われ、私たちの今いる東のインガラ、西にはウハイミールがあって、そこにも神殿やジックラトがありました。その範囲は4キロメートルもあり、遺宮もいくつかあります。ジックラトに登りました。周りを見渡します。ビデオカメラを望遠にしますとこうなります。異球です。これも異球です。これが西のウハイミールのジックラトです。広角で見るとこうなります。この辺りはメソポタミアの中南部で、南のシュメールに対しアッカドと言われていました。キッシュの王であったサルゴンは BC2350 年アッカドとシュメール全土を支配下に置き、アッカド帝国を築き、その繁栄は1世紀続きました。発掘済みの石柱、藤井ハウス、国士舘大学の藤井教授が発掘調査の拠点としているハウスです。なるほどですね。バグダッドに着きました。民間防空壕アメリアシェルターです。1991年2月13日にアメリカによって爆撃されました。分厚い天井に大きな穴が開き、鉄筋コンクリートの鉄棒が花が咲いたように曲がって開いています。フセイン大統領がこの中にいるという偽情報による誤爆だったそうです。2発のミサイルが投下されたのですが、穴は1つしか開いていません。その精密度には驚きます。死者は乳幼児が52人、女性261人を含む計403人だったそうです。全員黒焦げの状態でした。夕食は昔のキャラバンサライをリフォームしたレストランでいただきました。